様おはようございます。今日はミラノを代表するデザイナーアルマーニの美術館アルマーニシロスに来ています。ここはですねミラノのポルタジェノバという地下鉄の駅からも歩いて10分で来れます。すごくモダンな地区です。前にはアルマーニの本社もあるみたいです。それではこのアルマーニ美術館の中に入ってみましょう。さてアルマーニ博物館に入ってきました。すごくモダンでシンプルな空間にアルマーニコレクションが続いています。アルマーニのファッション98年ものと2003年ものが並んでいたりして比較することができます。こちら92年の女性のジャケットパンツ、こちらが2008年の男性のものですね。アンドロジーノというイタリア語、ギリシャ語から来てるんですけども、日本語では両性具有と言われます。要は男性の持つ特徴、女性の持つ特徴を一緒にしたもの。アルマーニは常にこのアンドロジーノ、両性具有が本当に素晴らしいスタイルだと言っています。特に女性は男性の持つたくましさ、それにフェミニンさを合わせたもの、それが何よりも彼のテーマというふうに表しています。子が特に男性と女性の持つ特徴を合わせたアンドロジーノ的な服がありますよね。もともとこの建物は穀物倉庫として使われていたそうなんです。アルマーニはシーロスという名前をつけたのはこれシリアルの名前から取られていて、やはり穀物というのは私たち人間に一番必要な食べ物の一つです。ですからこの洋服も食べ物のように人間にとっては必要なものなんだという意味でシーロスと付けたそうです。さてここは日本でいう3階部分、イタリアでいうセコンドピアノに入ってきました。
としたですね、エスニックというテーマになっているそうです。エスニックというのは日本でいうエスニック柄ではなく、やはり遠い国、オリエンタルの国を旅したような、こういったスタイルを言っているそうですよ。ですからエスニックの中にはもちろん日本、中国、アフリカ、インド、ペルシャ、アラブ、シリア、ポリネシアなど、すべてのこういった国のこと、そこに旅行した時の自分の持つファンタジー、それを取り入れたのがこの彼のテーマということです。確かにすごくアート的なものがたくさんあって、こちらの方が割と私たちの目を楽しませてくれます。まさにここは日本人が言うエスニック調ですね。すごく細かい刺繍がされていて、重そうですね、これなんて。すごく輝きがあって、もまさに彫刻的な衣装です。なんか90年のもの、ちょっとインドの世界に入ったようですね。カラフルで綺麗です。エスニックの会で一番古い81年ものの洋服がありました。ちょっとこれ日本風ですよね。こういったちょっとこの先が広がっているタイプ、こういうのも面白いですね。最上階、イタリアでいう3階、日本でいう4階に来ました。ここのテーマはスター。アルマーニはとてもハリウッドスター、特にオスカーのレッドカーペットに登場する俳優さん、女優さんを彼のデザインで着こなすというのが、ここから彼の活躍が始まったということなんです。そして彼自身もとても映画が大好きで、この映画スターを自分のデザインしたもので着せるというのは、もう彼にとっては本当にエモーショナルものだ、とても情熱的なものだと彼は言っています。きらびやかな衣装が続々と登場しています。先ほどのスターの回です。見てください、帽子から下まで本当に豪華ですね。2008年ものとは思えない綺麗さです。今でも十分通用するレッドカーペット用の洋服、本当にため息が出るスターの貫禄が感じられる展示室です。最後にこちら、デジタルバルキリーといいまして、なんとここでですね、自分で登録するといろんな彼のファッションのやつが見れます。このように見たい方は全てのこういったものですとかを登録して見れます。そして最後にはすごく広くて
たいないくらいの